いね。うわ、橋。あれ、なんか録画がいつの間にか止まってた。どこから撮れてなかった？今はですね、あの山をずっと降りて、で丹沢湖に向かってるところです。いつからか録画が止まってしまっていたようです。丹沢湖来るのステッカー配布会以来ですね。ステッカー配布会ね、またやりたいんですが、あのたくさんの方が来てくださるということで、会場のキャパがどこも間に合わなくなってしまいなかなかね、問い合わせしてもおそらくこれぐらいの台数集まりますって言うとね、あーそれはーみたいななので、もう今度開催するって言ったら、会場を有料で借りて、バイク、イエー、どっか公民館みたいなところを借りて、で公民館の中は使わず駐車場だけ使うみたいなね、おそらくそういう感じの開催方法になるんじゃないかなと思って、いろいろ調べてます。だってステッカー配布会1年以上やってないもんね。最後にやったのが2018年の11月か12月。やりたいんだけどね。ガタガタ。あ、これを左だってさ。ほう。まっすぐ行くと、丹沢湖。こっち側から行くと、湖畔を走れるんだかな。ああ、なるほど。一通なんだ。左。よし。今ナビでもうちょっとで景色のいいルートって言いました。トンネル上縄水道、これで、お、見えた湖。ようこそ丹沢湖へ。景色のいいルートに入りました。だってうー、丹沢湖、いや丹沢湖の湖畔走るの初めてですからね、私。うなんだかすげえ涼しいです、ここ丹沢湖。キャンプ場があるんだ。お、これを渡るっぽいぞ、この橋。止まりましょう。よいしょ。う、遠近感わかんねえ。これをずっと行ったところに有心渓谷っていうすげえ真っ青な水たまりがあるんですよ。そこね、気になってるんですけど、1時間くらい歩かなきゃいけないらしいだから
往復だと、2時間じゃないですか。そんな元気がない。涼しい時だったら、まあ、行ってもいいかなって感じですけど。まあ、多分、行かねえだろうな。じゃあ行きましょう。OK。あら、これ崩れてるんだね。ほら、本当は右止まっちゃダメですよ。道がそこ、こう来てるけど、ここが崩れてて行けないんだわ。うわぁ、いつからなんだろう。あら、ゲートがありますよ。あんなのを見てからさ、ここを通るのちょっと緊張するね。昨日雨だったし、水いっぱい含んでるんじゃないですか、この斜面は。これがずっと一通なのかな。ダム湖っていう感じの景観だ。ちっちゃい虫入る。ほいほいほい。なかなかくにゃくにゃしてて楽しいじゃん。あ、この左側が歩行者と自転車、あのどっちも行き来していい場所らしい。でここがあの自動車だってさ。左のこれ路肩じゃないんだ。自転車が走れるってことは路肩扱いじゃないのか。ここ乗ったら、あ、ちょっとジーっていう感じの白線だね。お、かっこいいね。あ、いい日陰だね、ここ。じゃあちょっと寄る。いい日陰だから寄りましょう。現在地が分かんない。あ、あの辺がステッカー配布会やった場所かなぽいな。トンネル抜けてすぐ。なるほど。よし、行こう。でも路面に苔があるわ。まあ30キロ制限だし、ゆっくりまったり、交通量の少ない一方通行を楽しめる道っていう感じですね。いいじゃん、ここ良かった。丹沢湖来て、お、ゲート
あ、進入禁止。ここまで、交互通行というか2車線なんだね。これまっすぐも行けるのかな。まっすぐ行ってみようか。うん、これで丹沢湖の西側だね。西側わあ、この近所の人が羨ましい。暇な時しょっちゅう来ちゃいそう。入る前に録画止まってんの気づいてよかった。あ、これでいつ終わりね。お、なるほど、北側の道路が全部東から西にしか行けないんだ。へえ。丹沢湖いいじゃん。ステッカー配布会やった時は、同じ日の夜に福島でステッカー配布会やるっつって、もうステッカー配布会終わってすぐ出ちゃったからね。いい道だった。あの日来られた方でここ一周走って帰った方とかいらっしゃるかな。いるだろうな。これはまっすぐ。あ、なるほど、さっきのところを左に行くと集落部分に行くんだ。へえ。迷路みてえだな。うん、橋、涼しい。おー、あ、ここステッカー配布会やった場所。すげえ、ここ現在地が分かんなくなるね。脳内地図とリンクできない、走ってる場所が。で、これを左に行くとさっきの道に。おお、涼しい。スマホ、トンネルで暗くなるのだいぶ時間かかったね。ほい。ん？あ、なるほど、これを左に行くとさっきの道か。ただいまの気温29度。なるほどね、ちょっと一通が複雑なんだね。これ右に入ってったよね。じゃあ次は箱根ターンパイクの上の景色の綺麗そうな場所行きましょう。いやー、丹沢湖思いのほかツーリングスポットだったな。思いのほかツーリングスポットってどういうあれかわかんないけど、こうバイクを操作するのも楽しめて景色も良くて、でそんなにぶっ飛ばす道じゃないから比較的安全でっていう、なかなかいい場所だったね。
ただのダムの周回路なんだろうなと思ってたら楽しかったです。どっか自販機で水買おう。口が乾き始めた。あの山の上のところで汗かきすぎた。大野山、お昼食べた時にソルティーライチは飲んだんですけど、もう多分全部出たわ。ここの大道に水あるかな。水、あ、ある。よし、行きましょう。いやー、回復した。水500飲んで、あと熱中症対策タブレットっていうの、それを一粒食いました。全然体の軽さが違う。あ、ここに道の駅あったね。そういや、自販機ぐらいあったかな。ないわ。さっきのところで買って正解。今日熱中症になる人いるだろうな。あっちいもん。じゃあこれを来た方向へ戻りましょう。これより右に行っちゃうと静岡に入っちゃうのかな。まだまだずっと行かないとダメですけど、右からは箱根の方に神奈川県内だけで行くってなかなか難しいんで、こっちから行きます。録画できてたかわかんないけど、さっきそっち側から来たんですよ。これ246で、9246から来たんですが、あ、おそらく録画できてなかったから9246で行けば、まあいっか、何回か通ってるしね。私の動画をずっと見てる方はその9246をずっと走って、またこの現行の246に合流するシーンって結構でもねえか、何回か見てると思う。で、この現行の246はこんな感じのなだらかなカーブの道路なんだけど、上混んでる。お、あれなんだこれ、信号機工事中。あれ、さっき そこがね、また9246なんですよ。なんかあったのかな、ここ。そっちが迂回路になっちゃってる。うわー、すんげー渋滞してる。ギョエー。大変だ。うわー、渋滞だ。向こう、こっちもかい。すんげえ混んでる。深い。